サティアン・サティアン円形サティアンとは、オウム真理教の宗教施設の名称である。真理の意。オウム真理教の教団拠点があった、富士ヶ峰を中心として点在していた。旧上九一色村だけでなく、南鶴郡鳴沢村や静岡県富士宮市などにも存在した。1989年から建造が始まり、一部では、そこで、共同生活をしている、パソコンを組み立てているという程度には認知されていたが、1995年に一連の教団が起こしたサリン事件で一気に注目を集める。富士ヶ峰周辺は、最盛期では、サティアンやその他倉庫群、プレハブ小屋などが30棟以上点在しており、事実上の拠点であった。特に有名になったのは、麻原彰晃が逮捕された地となった第6サティアン、サリンプラントのあった第7サティアンであり、強制捜査の暁には捜査員が物々しい装備をした姿で施設に入ってゆく場面が、マスメディアを通じて繰り返し報道された。麻原逮捕以降、1996年までに、サリンプラントがあった第7サティアンを除くすべてのサティアンが閉鎖され、取り壊された。第7サティアンについては、化学兵器禁止機関の査察対象となったため、1998年12月まで残っていた。サティアンの名前は後に、オウム真理教の経営する店に用いられた。一連の捜査後には、オウム真理教に興味がある一部の人の観光名所として注目を集めるが、翌1996年には、サティアンの大半は、捜査のため必要であった第7サティアンを残しすべて取り壊される。跡地には富士ガリバー王国がオープンしたと一般には言われるが、実際はサティアンから約 3km ほど離れている。1997年にオープンしたテーマパークにより、教団撤退後の富士ヶ峰地区のイメージアップが期待されていたとされ、隣接地にはゴルフ場やホテルも建設された。しかし、1999年には、運営会社のメインバンク、新潟中央銀行が、経営破綻になりその煽りを受けたほか、不況や交通アクセスの悪さ、イメージ払拭ができなかったことなどが重なり、来場者数は伸び悩み、2001年10月28日、閉館となる。その後2002年に高木リゾートにより土地が買収され、後の2004年8月に、愛犬家が、犬と遊ぶための施設、ザ・ドッグランとしてオープンしたものの、2005年には営業停止、翌2006年にはアーバンコーポレーションが買収、2007年に既存施設はすべて解体され、更地となる。そのアーバンコーポレーションも2008年8月13日に経営破綻し、その後清算するなど、跡地は目まぐるしい運命をたどる。なお、第一条9には自然公園が整備されており、一角には信者リンチ殺人の現場となった犠牲者のため小さな慰霊碑が建っている。多くの建物は信者の手で作っていた。通常、宗教団体の施設は既存建物の流用でない限り、それなりの装飾がなされていることが多い。しかし、サティアンはそういった装飾を排した。外見上工場としか思えない、無機質かつ質素な建築様式であることが大きな特徴である。映画監督でミニチュア特撮作品も多く撮った山際栄三は、信者になぜ倉庫のような建物ばかりなのかを質問したところ、建物にお金をかけたくなかっただけです。なるべく実用的で、大勢が住めるところが欲しかったと言われた。また、教団は、毒ガス攻撃を受けていると主張しており、外界の空気を遮断するためできるだけ窓を小さくしたり、コスモクリーナーに接続しているパイプを縦横に張り巡らすなど、殺風景な雰囲気を醸し出していた。オウム真理教の子供たちは、保護された際、屋外で飛行機の音を聞くと、毒ガス攻撃を受けているものとして屋内に逃げ込む者たちが大勢いた。サティアン外部には脱走防止のためサーチライトまであった。サティアン内部には居住施設があるものの、教団は子供たちにはほぼノータッチでサティアンで遊ぶ子供が大勢いたが、毒ガス攻撃を受けていると主張されてからは、子供たちは屋内で遊ぶことが多かった。なお、この居住施設は大人用と子供用に分けられることが多い。居住施設は一般信者は共同の部屋で蜂の巣ベッドと呼ばれる設備にすし詰めにされも、参照、幹部でも2畳程度の独房のような個室しか与えられず、別格の広さが用意された、教祖、麻原の個室でさえ、一般的な部屋と比べると、飾り気がないものだった。突起がない限り、オウム真理教大辞典 P83 から85に基づく。1995年4月時点1995年6月以降、各地の支部にサティアンショップが併設されるようになった。ここでは、オウムソングのカセットテープ、修行するぞ T シャツ、サティアンクッキー、サマナブク、ステッカー、ノート、ハンカチ、ポスター、書籍などのオウムグッズが販売されていた。オウム食の試食会や、瞑想セミナーも開かれ、ビデオライブラリーでは100円-200円で、説法ビデオなどが視聴できた。1995年12月時点独立施設。ありがとうございます。